はい、こんにちはあきなですでこの度ご報告がありまして動画を撮っておりますはいあのー、まあね毎日生放送とか動画投稿とかやらせていただいていますただの会社員です、はい、そしてまあご報告というのは緊急性が とても高くさらにはとても重いそして重要な決断をした報告となります。はいえー、こうしてね今日皆さんの貴重なお時間を頂い,いて、まあ、動画が撮れていることそして。 貴重なお時間をいただいて、動画を見ていただいていることに、すべてに感謝申し上げます。はい。で、今から私が話す、まあ、報告なんですけど、もう何一つ偽りのない、えー、事実でありまして、曇り一つのない はい、えー、すみませんでした。え長いですね。えー、よろしくお願いします。ありがとうございます。え、待って、髪の毛落ちてんだけど。はい、えー、もう最近抜け毛がひどくて、えー、気づいたらもうこんなに髪の毛抜けてました。はい、よろしくお願いします。えー、ご報告の動画ですね。はい、撮ってますけども、あのー、まきなチャンネルね、生まれ変わりますと。まあ、いうところが、えー、担当直入の、まあ、ご報告となります。 はいあのなんでこんだけ引っ張ったかっていうとねあの引っ張れば引っ張るだけあのトントンに見たいなと思う人しかね残らないんであのなんかもう中途半端になんかちゃちゃ入れてくるような人はこのここで見てないんでねそういう人はみんな追っ払うために冒頭の無駄に長い時間がありましたはいあのー、生まれ変わりますというところでございましてねはいあの何、ー、でしょう、まあ、筋トレもねあのし、ー、てますしまあ、アンチ来ても。 まあ全員まあぶっ飛ばせるんですけど、まあブレイキングなんで、まあやってやろうかなと思うんで、じゃ一瞬ブレイキングだってましょうね。はい。なんか文句あるやつ一緒に出ましょう。はい。で、えー、っと、まあ何かっていうとね、えー、高級日記ね、あのー、募集の、えー、コーナーもやらせてもらいましたけど、 うーんー、呼吸日記が別に終わるわけではないです。はい。ただ、えー、呼吸日記をですね、今後はライブ配信でやろうかなと思ってますね。はい。運用自体はね。うん。で、あの即終了のゲリラライブも今ライブでやってますけど、まあそれはね、変わらず、もうすごくね、 あの、即終了のライブ、ごひいきにしていただいて、あれ、一日にね、一回やるじゃないですか、夜、だいたい。あれ、一回でね、二、三十人登録者増えるんですよ。最初、バグかなと思ってたんですね、一日目。でも、ここ一週間ずっとそうなんで、そうなんでしょう。あれだけで100人近くね、チャンネル登録者増えて、えまして、もうなんか、キラーコンテンツだなと、もう、実感しております。はい。えなので、ちょっと、まあ、ごギョニの方もね、ライブ配信で、まあ、やらせてもらって、あの、いっぱいね、募集で企画もらったんで、 まあそれをまあライブ配信でこういい感じで回していって、切り抜きを横動画で、のこの間クリアさせてもらったよね、UMT、クリアさせてもらったように上げていければなと思いますので、別に今まで通りなんか何か変わるわけではないです。呼吸に行け単純にまあライブになりますよっていうだけでございますね。じゃあ何をすんの何の方向が改めてと、それだけなのかというところでございますけれども、いやいや、それだけではございませんと。生まれ変わります。アイコンも変わります。 来週の月曜日からね。はい。審議一点でございますよね。はい。10万人本気で目指すっていう上で、もう呼吸に気正直やっぱ限界ですね。はい。ただ、呼吸に気を終わるっていうのは違うじゃないですか。 だってそれをさ楽しみにしてくださっていてここまで増やしてくれましたからまあ例えるのは多賀のさんが欧米化を今更やめるみたいなねあのことなんですけどそうじゃないよね多賀の年さんも欧米化やりつつ、まあ、バラエティー出たりとか、えー、MC やったりだとかそういうことやってますよね、まあ、だから僕もそういうことなのかなと10万人本気で目指すならもう呼吸に来る限界は来たかなと思ってましてうーんじゃあ何すんのっていうねじゃああと4万人どうやって増やすのっていうとこなんですけど見てくださいよ これ,ね、これとかこれとかさはい私ねサッカーを愛してるんですよねはいでそのサッカー愛してるのにサッカーのコンテンツをあげてないっていうまあ e フットボールとかウィールとかは上げてましたけどいやじゃ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 リアルコンテンツあるから J リーグを見に行ってるからうんねその辺をあげてないよとでまあなんか某ウィナーズの マネージャーさんもなんか、あの最近 YouTube を変えアカウント変えて頑張ってらっしゃって、あのー、ぜひちょっとね、うん、グリーティングしたいなっていう。<laughs> ミッキーかよ。ミッキーだよ、はい、って思いますから、はい、もうやっぱサッカー系狙っていこうかなと思ってます。もう正直。もうむちゃくちゃですよ、本当に。むちゃむちゃですけど、やれると思ってますから、僕は、はいまあ。とりあえずサッカー系。で、あとは、まあ、Vlog 系。 僕もとうとね、よく言われるんですよ。なんか、編集気合入ってますね、とか、パーンク、えー、とか言われるんですけど、あのー、いや、映像の仕事してんねんな。うん、普段。だから、めちゃめちゃ映像撮って編集をしてるんですよ、普段から。はい。なので、その別に、クオリティが上がったとかたまに言われるんですけど、ちょいちょいあのー、どれだけ稼働時間をかけたかどうかですね。うん 単純になんで、まあ、これからはちょっと、えー、映像っていうところに、まあ、時間かけようかな、ま、だってねそこでの分野でやってきましたから私もだから、えーまあ、映像で見せるようなコンテンツをね、まあ、出していきたいなっていうところだからほんとガラリとかあるじゃないですか、うん、今までだから今までやったことがライブになってでプラスアルファ変わっていくっていう映像系増えていくサッカー系増えていくよっていうだけなんで。 で、多分ね、野球やってたりとか、なんか、あとどういう人多いかな、アイドル好きだったりとか、うちのチャンネル多いんですけど、あのー、基本的にね、ゲーム実況を見てる人がね、うちのチャンネル見てるわけじゃないんですよね。はい。あの、登録者がよく見るチャンネルっていうのが見れるわけですよ、YouTube って。はい。それ見るとね、あのー、結構、カッツーさんとかね。あとは、なんだろう。フィッフィとか、あと、まあ、それこそね、復活されました東海オンエアさんとか、 あの、そういうバラエティ系見てる方とか、まあ、あとは、あの、TikToker さん、結構有名なバーって、もう名前ちょっとわかんないで忘れちゃったんだけど、こういう TikToker さんみたいな人が、を登録してるよって人が、私を登録してる人が多いと。そもそもね、あんまゲーム関係ないねんな。んな。 あんまりな。いや関係ない。ゼロじゃないよ関係はあるんですけど、あんま関係ないんよな。で、わしもそんな別にゲーム好きじゃないんよな。っていうのはまあまずっと言ってるんですけど。はい。なんで、まあ、この辺でちょっと本気でしょ、しょうがーってめちゃくちゃ噛んだんですけど。 はい本気出しましょうかっていうえところなんでうん歌歌ったりとかねそういうのをいっぱいやっていきたいっていうのまあライブ配信めっちゃやってますけどね歌配信歌配信もなんかどうせ100とかたてたけどいったぞこないだ160とかいったなうん最高視聴率365って出てバグかなと思ったんだけどはいえそういうのありましたんでまあこれからそういうのバンバンねやっぱ10万目指すっていったらさもうちょっといよいよ一本じゃねワイルドだろうじゃ勝てないですからねえ 例えば、こう、ああいゥイマテんだけじゃ勝てませんから、ヒロシデスの人がキャンプの動画やったりとかね、ねワイルドウォーのスギちゃんがなんか温泉ソムリエになったりとかね、こういろんなことやったわけですよ、皆さん、一発屋と言われる人たちはね、一発屋にならないために、だから私も一発屋にならないために、もうあの賞味期限が切れたかもしれないですけど、まあ消費期限が切れてないっていうところでやっていきたいですし、えー、まあ、えー、この間ね、先週、えー、まあ嫁などのラジオ配信も出しましたけども、ああいうのも出ます、いっぱい。もう 正直、むっちゃ出ます、いろいろ、うん。むちゃむちゃやりたいこといっぱいあって、むちゃむちゃもう撮ってます、すでに。はい。何本かは。なのであの、ぜひ楽しみにしていただきたいなと思います。あのー、まあ、見ててね、あこういうのいいよなとか、こういうふうなになれたらいいよなとかあ、そういうふうに思ってくれたりとか、あこんな面白いのあんねんやとか、あサッカーっておもろいねんねんやとか、そういうのをね、新しい発見をできる場にしてもらいたいなというふうに思いますので、はい、ぜひ、えー、引き続きね、 えーまあ、何か変わるわけじゃないんで、そんなに大きくは、はい。やることが増えますよと。いろんな動画がありますよってことだけなんで、えー、期待していただければなと思います。サー10万人目指して頑張りたいと思いますんで。はい、よろしくお願いします、はい。オランダから無事ヘンダーソンさん届きました。あの直近では、ね、ユニフォーム紹介とか あとは、まあ、J リーグ見に行った Vlog だとか、まあ、嫁のとの Vlog だとか、まあ、Vlog 系が多いわな、まずはね。うん、あと,ユニんと、さっきも言ったけど、ユニホーム紹介とか、えー、プレミアリーグ、まあ、プレちゃんさんとかいるからね、そういう系の被ることはしません、もう私基本的には。ユニフォーム愛してますから、私はね。解説なんか知らないよ。先日なんて分かんないもん。うん、ユニフォーム愛してんねんな。うん、だって、リバプールファンなのにシティ持ってんねんで、しかもこれ、温泉撤去やで、マジで。高いよ。 はい、給料全部突っ込んでます、怒られてます、はい、えー、以上、はい、ありがとうございました、ね、来月、サッカー、フルコードで人生初めてやるんでね、なんかアドバイスあれば教えてください、はい、一応ね、あのフィジカルだけはこうやって鍛えてるんですけど、フィジカルで、どうにかなるのか、不安ですけど、もうちょっとこう、フィジールの大会とかもね、今年は出たいなと思ってるんで、お願いします、はい。 以上でした、ありがとうございました。はい